アントニーザ・ジョンソンズは、イギリス人ミュージシャン、アノーニによる、音楽プロジェクト、バンド。ボーカルのアノーニが、九氏の選ぶ、歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて、第68位にランクインしている。1971年、ボーカルのアントニー・ヘガキコとアノーニは、イングランド南東部のサセックス・チチェスターに生まれる。 1977年にアムステルダムに、さらに10歳の頃にカリフォルニアのサンノゼに移住。1990年、ニューヨークに移り、ニューヨーク大学の実験演劇コースに入学した。1992年、ジョアンナ・コンスタンティンはとともに、前衛的なパフォーマンスグループ、ブラックリップスを結成。1995年ブラックリップスは解散し、 新たな音楽グループ、アントニーザ・ジョンソンズを率いて活動を始める。バンドの名前は、自身の出生名とトランスジェンダーの権利運動のパイオニア、マーシャ・ピー・ジョンソンの名前から来ている。2000年、イギリスのレーベルダートロより、デビューアルバム、アントニーザ・ジョンソンズを発表。翌2001年にリリースした EP、が、 プロデューサーの春ウィルナーの目に留まり、ウィルナーを通じて、ルーリードに紹介される。2003年、ルーリードの世界ツアーで、バッキングボーカルに抜擢され、アルバムの録音にも参加した。2005年、セカンドアルバム、I'm I a Bird Now をリリース。マーキュリープライズを受賞した。も女子の、アルバムオブザイヤーにも選出された。2009年、サードアルバム、クライングライトをリリース。 アルバムジャケットに敬愛する日本の舞踏家、大野和夫の写真を起用した。音楽メディアの年間ベストアルバムリストでは、ピッチフォークで16位、スピンで18位、ステリオガムで50位に選ばれた。翌年、大野の死を受けて、トリビュートライブを行った。2010年、フォースアルバム、スワンライツをリリース。ステリオガムの年間ベストアルバムリストで8位に選ばれた。 2012年、ライブアルバム、カット・ザ・ワールドを、ラフトレード・レコードからリリース。2015年、ボーカルのアノーニは、出生名であるアントニー・ヘガキから、プライベートで長年使っていた名前であるアノーニに、改名することを発表した。スタジオアルバムライブアルバム EP 公式サイト。ありがとうございます。